いつもどうもです、中川ファーマです。2022年のネギの種まきをしていきます。今年は今までの圃場と違う圃場にネギを作ってます。去年まで田んぼにネギを置いてたんですが、それだと水害というか湿害、水はけがどうしても悪くていいネギが去年全然育たなかったんで、場所を変えたいなと思って今年はこういった少し傾斜のある場所にネギを植えました。ちょっと稲刈りの方でネギの方にあんまり手をかけずにいたらあちらこちら病気が出てしまいました。この間防除して農薬の方で対応したんですが、こういう風にまだ完全になくなってはいません。いや畑やっぱり今まで作付けしたことなかった場所だったんで、7月ぐらいまで全然生育が停滞していてよくありませんでした。でその後だんだんとやっぱ馴染んできたのか急にネギは大きくなってきました。思ったより太さも長さも出て、まあ、パッと見た感じは良さそうです。はい、やっとこんな感じで、正直ネギの単価も高くなく、まあ、むしろ安くて、畑を変えたこともあって、まあ、収穫量も少し下がったということもあって去年は今まで一番収入の少ない年でした。で去年は3流だったんですが今年は4流でやります。まあ、収穫量を狙って上げるために、数多く撒いていきます。まあ、ネギはこう一つの種から一本になるんで、まあ、撒いた数以上は取れません。なんで元から多く撒いておかないと量は取れないということになります。でこの白いんですが、これネギの種が白いわけではなくてこれコーティングされててこう巻きやすいようにしてありますので1粒1円ほどするんで大変高価なものとなっております。でこれ間違って手元が狂うとこの穴から全部下に落ちたりという大失敗をしたりするんで慎重にやらないといけません。かけてこれで決まりです。はい。